はい、こんにちは。今日も山田さんのところに来てるんですけど、くくりはの、たくさんつけてるんで、早急にね花くくりを作るっていうことでこの間話したんですけど、花くくりが完成したのかどうか、今ね来てるんですけど、ちょっとねちゃんと伝わってるかどうかね心配なんですけど、作業小屋に今山田さんのね作業小屋は。で、ここからワイヤーね、角度が、ちょっと貸して やっぱりねこれネジが錆びちゃって、こんな感じに、なりますね。ちょっと分かるかな、ちょっとだけど角度が、まあ、もう少し、ね、直角に近いようなちょっと広がってるような角度だけど、まあね贅沢は言えませんよね。これで、まあ、結構頑丈なんでね、
いいいいよ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 。はい、こんな感じで、あ、これじゃちょっとダメだな、そうですね、ちょっとね加工してこの、バネを、取ってパイプを切るようなパイプにすれば、ここのところが、直角に曲がるようになるんでね。危ない危ない危ない。あの、いや危ない危ない危ない。大体もうできたんですけど、ここのところを違う、パイプが切れてるパイプがあるんで。それをなんとか、すれば、うまい具合にいくと思いますね。じゃあねもうちょっと工夫して今ね、作りたいと思います、まあ、自分が作ってるわけじゃないんですけど、はい、一応ねどうやら格好らしきこうねパイプが切れてるのがあって、これをまあ直角に曲げるような格好になって、一応こういう感じで、あともう少し工夫すればまあうまい具合に、いくのかなと。それではねちょっとね実験したいと思います。違う、ちょ、いや、こう、一回ね、これでちょっとね、行くかどうかっていうのを、ちょっとブランブランしちゃってますね。あ。はまりました。一応これでまあ鼻がくくれるんですけど、やっぱりねもう少しちょっとね修正手直ししてね、うまい具合にちょっとブランブランしないようにね、イノシシが取れた時にみんなあかなり泡食うのでね、多分これならもう少しちょっと修正ですね。下のところがここがこうブラン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 いっちゃってるから、とあとパイプがここへきちっとはまるように、ちょっと修正をかければ、ああなるほどね、今日はね鼻くくりの、実験版ですね。
実験っていうかもうほぼ8割7割8割型9割型完成形かな、83歳の、山田さんが作成しました。皆さんも、ね、あのワイヤーやる方作ってみてはどうでしょうか。今日は、以上になります。